フランソワ・デュバリエは、ハイチの政治家。医師として、名声を得て、パパドクという愛称で親しまれ、大衆的な人気を背景にして、同国の大統領に当選するも就任後は、独裁者となって、ウーリュー教を利用した個人崇拝を行い、民兵組織トントンマクウトで性敵を粛清し、およそ3万人のハイチ人が死亡したと言われ、それを逃れて亡命した知識人たちがハイチには、 戻ることはなかった。1964年から終身大統領となり、また、息子のジャンクロードにその地位を引き継がせ、親子で30年近くにも及んだ支配は、デュバリエ王朝と呼ばれた。マルティニーク出身の黒人中産階級の家に生まれ、1934年にハイチ大学医学部を卒業。農村医療に従事した後、1938年頃から、 ブール教を研究して、数多くの民族学的著作を発表、アフリカ国人の伝統を賛美する文化人として評価された。1946年から1950年まで、厚生省、労働省を歴任した。ハイチの政治が国民の多数派を占める黒人の庶民層と、少数派で権力を独占する村とのエリート層の対立で混乱し、 クーデターでの政権打倒が相次ぐ中、デュバリエは1957年の民政移管のための大統領選挙に出馬し、ムラートのエリート層に対抗して、ブラックナショナリズムを評判して、黒人層の支持を得て当選した。大統領に就任した当初は、それまで抑圧されてきた土着的なブルー教の正当性を認め、国民福祉を重視する進歩的な政策を取り、 村トのエリートが独占していた、公職、養職を黒人に解放した。だが、徐々に独裁色を強めて、軍の指導者を次々に失脚させ、軍を分断、教会から外国人司祭を追放して、ローマカトリック教会からは破門された。後にバチカンと和解して、不在の聖職者を任命する権限を与えられ、自分の息のかかった、ハイチ人聖職者を任命し、国内の教会を、 勢力下に置いた。また、秘密警察であるトントン、マクートを結成して、社会の隅々まで潜入させ、反対派を全て非合法化して批判する人間を逮捕、処刑した。このため多くの知識人や技術者が欧米に亡命した。そうした中でも自らに対する個人崇拝を強め、自分を黒魔術師と宣伝し、 国民の前に現れる時には、ブール教の死神ゲーデをイメージした、黒小族の紛争で登場し、宗教を恐怖政治に利用した。1963年には憲法を停止し、翌1964年から、終身大統領になり、ハイチに君臨する。ハイチ社会は、汚職と襲来が横行し、支援を取り付けた、アメリカの経済援助もデュバリエ一族とその部下の、 ふところに収まり国営企業や輸入による利益すらデュバリエの資材となり2000年時点でハイチの債務の40%はデュバリエ時代に作られた国内はそれなりに安定はしていたものの経済は停滞して国民は貧困に苦しんだこうした政治を国際社会から非難され反響の取り出と期待していたアメリカも援助を停止した1971年1月に 心臓病のために、息子のジャンクロードを後継大統領に指名、4月に死亡した。デュバリエの死後、息子のジャンクロードがわずか19歳で大統領となったが1986年に失脚し一族の独裁政治は終わりを告げた。1984年に発行された一、グールド紙幣にデュバリエの肖像が使用されていた。 フランソはデュバリエとイスラエル大使のジョエル・バロー・ミチアン・ハンジであった父、デュバル・デュバリエとパン職人であった母、ウリシア・エイブラハムの間にポルト・オ・プランスで生まれた。実質的にデュバリエを養育したのはその場だった。1934年にハイチ大学の医学課程を修了し、医師として地方を回り、ミシガン大学でも1年間、公衆衛生について学んでいる。 1943年には、熱帯地方特有の伝染病の拡大を防ぐために、アメリカが進めていた運動に参加し、チフスやイチゴ種、マラリアなどハイチの貧民たちを長年苦しめていた薬病に立ち向かった。患者たちからは親しみを込めて、パパドクと呼ばれ、デュバリエモ場外にわたってこのあだ名を用い続けていた。教育を受ける人間の方が少ない国にあって、 学校に通い読み書きができるようになるという幸運に恵まれたデュバリエは母国の惨状を目の当たりにする。アメリカ海兵隊によるハイチの侵略と占領、それを招いた政治的混迷のもとでの絶え間ない暴力的な圧政は若き日のデュバリエに強烈な記憶として刻みつけられた。そして大多数の貧しい黒人たちが持つ潜在的な政治を動かす力とごくわずかな ムラートたちへの怒りに気づいてもいたデュバリエは黒人とムラートの階級闘争を解く民族学者ドリマーデニスに傾倒しハイチ人の作家であるジャンプライスマルスが主導していたネグリチュード運動に身を投じる。また、ウーリュー教の民族学的研究もその頃に始めるが後にそれはハイチに深い政治的分断をもたらすことになる。1938年には グリオ氏の創刊者の一人となり、その翌年には、シモウノ・オビドと結婚、オビドとの間に四人の子を儲けた。九百四十六年、大統領デュマルセ・エスティメと連帯していたデュバルエは、公共保健省の長官に任命され、九百四十九年には、労働省も兼任するようになる。しかしエスティメが、マグロワール将軍らのクーデターによって追放されたために政府に居場所をなくし、 1956年に大社が行われるまで身を隠すことを余儀なくされた。1956年12月、マグロワール将軍もまた配置を追われ暫定政府が立ち上げられた。翌年の9月22日に行われた大統領選挙にデュバリエは出馬する。対立候補は北部出身の大土地所有者であり、産業資本家であったムラートのルイデ・ジョワイエであり、 軍部の支持を得ていた。選挙キャンペーンでデュバリエが取った作戦は黒人主義的なポピュリズムであった。アフリカ系ハイ知に訴えかけるため、デジョアイエを農村で暮らす黒人たちを苦しめるムラートの支配階級の一人だと位置づけ、その選ばれしムラートたちへ挑むという構図を作り上げたのである。デュバリエは678,860もの票を集め選挙戦に勝利した。 で、デジョアイエは264,830票、無所属で立候補した、ジュメルは、数パーセントの有権者の票を得ただけに過ぎなかった。他に、黒人の労働者を代表する競合相手は、ダニエル・フィニョレぐらいしか見当たらず、都合の良いことにそのフィニョレが選挙の直前に亡命を迫られていたためか、このようなデュワリエの自滑り的勝利につながったのである。 デュバリエ政権下の配置国旗10月22日に、宣誓を終えて大統領に就任したデュバリエは、主だったデジョアイエの支持者たちを国外追放し、翌57年には新たな憲法を制定した。文官や軍人の大多数を占める黒人たちは、大統領の庇護のもと昇進を重ねていったが、1958年7月、 かねてから、デュバリエとは疎遠であった軍部が新たなクーデターを起こす。しかしこのクワ立は、失敗に終わり、デュバリエは、幕僚長をより信頼のおける士官にすげ替えることで、それに報い、権力を保ち続けるため、大統領親衛隊を精鋭化させることで軍のうちに、自身の権力基盤を作り上げていった。こうして、当時の参謀幕僚全員が罷免され、代わりに、 大統領へ忠誠を誓う者が将校として引き立てられた。同じ年には3人の亡命配置人と5人のアメリカ人がデュバリエ体制の転覆を試みている。そしてこうした侵略者たちは皆殺された。1959年、デュバリエは地方で政府への支持を拡大、強化するための民兵組織を創設した。これが国防義勇軍であり、 クレオール語で悪気を意味する言葉にちなんで広く、トントン、マクートと呼ばれた。この、マクートのメンバーは1961年頃には、常備軍の2倍にまで膨れ上がり、正規の軍隊にまで昇格することはなかったとはいえ、単なる秘密警察だと言える規模ではなくなっていた。またデュバリエは、ナショナリズムの名のもとに、配置生まれでない司教のほとんどを、国外追放して、 カトリック教会から破門されているが、その後の法庁との交渉を経て1966年には、ハイチで聖職者を任命する権利を得ている。かくして、デュバリエが成し遂げた変革は確かなものとなった。ハイチを支配していた少数の止める村跡は、もはや軍部の支援も、教会の庇護も受けることができなくなったからである。こうして、 単なる先進的な活動家であったフランソワ・デュバリエは、ハイチにおける、全権力を掌握する存在となったのである。1959年5月24日、デュバリエは、インスリンの過剰摂取のため強い心臓発作に、襲われた。彼は成人して間もなく糖尿病を患い、心臓病とそれに伴う循環系の問題も、抱えていた。意識を失ったままく時間余りが過ぎたため、 周囲は脳障害だと信じて疑わず、大統領の心に失調をもたらし、変質的な人間に変えてしまったのだと考えた。回復するまでの間実務は、当時トントンマクートのトップだったクレメンテ・バルボに命じられた。しかし、デュバリエが健康を取り戻すと、バルボは大統領にとって変わろうとしたという罪で、咎められ、そのまま投獄されてしまった。 1963年4月に釈放されたバルボは、デュバリエの子供たちを誘拐して、大統領を権力の座から引きずり下ろす計画を立てた。この企みは成功せず、バルボとその共謀者たちには大規模な捜索命令が出された。同時に、配置中の黒い犬を処刑せよという指令も下されている。デュバリエは彼らが自分たちの姿を黒い犬に変えたという、 話を耳にしたのである。その後バルボは捕らえられ、1963年7月に、トントン、マクートによって射殺された。別の事件では、死刑にされた反逆者の頭が凍り付けにされて、大統領の元に運ばれている。デュバリエはそうすることで死者の魂との交話を、試みたという。また、取調室の壁には、デュバリエ用の覗き穴が開けられており、 職務を離れた時など彼はそこから拷問され、硫酸のプールに沈められる受刑者を眺めていた。時には部屋の中で直接拷問の様子を伺うこともあったようである。デュバリエのクローゼットにはかつてデュバリエを追い落とそうと格索していた性的の首が収められていたことが伝わっている。1961年になるとデュバリエは57年に 定められた憲法をないがしろにするようになる。まず二院制を廃止して一院制を導入し、ついで新たな大統領選挙を行った。立候補したのはデュバリエ・カズトだった。しかも任期は1963年までであり、憲法は再選を禁じていたにもかかわらずである。この選挙では悪趣味なまでの不正が行われ、 公式発表によれば132万748名の有権者が大統領の任期延長に賛成であり、反対票は投じられなかった。人民の意思に従います。私は革命論者であり、人民の意思を拒む権利など持ち合わせていないのですから、選挙結果を受けてる言わりエは、こう宣言した。ラテンアメリカはいくつもの不正な選挙を経験してきたが、今まさに、 ハイチで行われているものほど上気を一した例はなかったというのがニューヨークタイムズ氏のコメントである。1964年6月14日に行われた終身大統領制度に関する憲法改正の国民投票ではさらに露骨な不正がまかり通った。これまで7人のハイチ大統領が名乗ってきたこの肩書きに賛成する票は全体の99.9%というありえない。 数字に達した。すべての投票用紙にはあらかじめ、イエスのところに印が付けられていた。新たな憲法はデュバリエへ、終身大統領、君主にふさわしいだけの絶対的な権力を認め、またその後継者を指名する権利も与えたのである。デュバリエとアメリカという問題は単純なものではなかった。アメリカがドミニカ共和国の独裁者のトリヒーオ・モリーナと密な関係を築く一方で、 ハイチという貧しい黒人の国をおざりにしていると、かつてのデュバリエは、しばしば不平を鳴らしていた。また特にケネディ時代のアメリカもハイチにおける圧政と、独裁に頭を悩ませており、デュバリエが、援助金やハイチの国家予算のかなりの部分を、不正流用したり、派遣した海兵隊をトントンマクーとの訓練に利用していると、非難していた。 また1962年の中頃にはその人についての明確な説明をデュバリエが拒んでいた経済支援をほぼ打ち切っている。そこでデュバリエはナショナリストとしての心情を強調し公然とワシントン政府からの援助全てを拒否することを宣言した。自分は孤独ながら大国による先制に筋を通して反論するのだと述べている。デュバリエが不正流用した。 国際社会からの援助金は膨大な額に上り、アメリカによる都市150万ドルの支援もその例に、漏れず、デュバリエはその資金を個人口座へと移していた。外貨を獲得する手法は他にもあり、例えば外国債で利益を出していた。キューバの大統領フルヘンシオーバティスタを通じての400万ベイドルも、それに当たる。後に、デュバリエが、自分の呪いによるものだと自負した。 ケネリの暗殺が1963年11月に起こるとアメリカはハイチへの圧力を緩めていった。デュバリエが共産主義に対する砦として有用である点について認めざるを得なくなったというのだった。アメリカとキューバの緊張関係の間で巧みに立ち回り、その反共産主義者としての経歴やハイチの地理的、重要性を強調したことでデュバリエは アメリカの支援を取り付けた。個人的な付き合いもあった、バティスタの先生は、キューバ革命によって崩壊したため、亡命配置人が新天地を得ることを恐れていた。デュバリエは、新政府を承認し、医療品を送ったり一部の政治犯に恩赦を行うなどして、カストーロを味方につけようとした。しかしその回もなく、キューバの新たな指導者は政権を握るや、否や、反。 デュバリエを唱える人間にあらん限りの支援を与え始めたのだった。キューバへの経済制裁について、米州機構の会合で、ついで国連で金融への賛成票を投じたことで、カストロの怒りを買っていた。キューバがハイチとの断交をでもって、それに応じたため、デュバリエも国内から共産主義者を排除する運動を起こした。隣国であるドミニカとハイチは常に緊張関係にあり、 若き日のデュバリエはこの二つの国が全くの別物であることを常に強調していた。1963年4月、両国の関係はデュバリエとドミニカの大統領不安母主の政治的対立から戦争状態の飛ば口に立ちかけた。母主は左派の民主主義者であり亡命配置人を受け入れ隣国の独裁政権を打倒するための支援を行っていたからだ。また、 デューバリエも子供を誘拐しようとしたバルボの共謀者だと信じていた将校を逮捕するため、親衛隊にペチョンビルのドミニカ大使館を占拠させた。ボッシュは激怒し、ハイチを侵略するという脅迫の言葉を公然と述べて、国境地帯へ軍を派遣した。しかし、ドミニカ軍のトップがそれに協力的ではなかったため、ボッシュはハイチの侵略を諦め、米州機構の仲裁に任せることとなった。 エチオピア皇帝のハイレセラシエ一世は1966年にハイチェの短期周遊を行い、デュバリエの大統領を在任中にハイチを訪れた唯一の国家元首となった。滞在中にジャンジャックデサリーヌの名を冠した勲章を受けたセラシエ一世はシバの女王をあしらった勲章を送っている。デュバリエはセラシエ一世の掲げた反アフリカ主義の実現を支援してもいる。 メディアを再生するデュバリエの独裁を扱ったニュース映画。デュバリエが政権を握って間もなく、ハイチは北半球で最悪の圧政が敷かれている国の一つだという告発がなされた。実際国内で政敵に対して取られていた手法は、粛清と追放であり、その犠牲者はおよそ3万人に上るという推計がある。軍部内での反、デュバリエ的な行為については、 特に重く受け止められた。1967年、大統領偶そばに爆弾が投げ込まれ、それが爆発するという事件が起こると、デュバリエは、自身の親衛隊の士官19名の射殺を命じている。数日後に行われた大統領演説の中で、デュバリエは殺された19人の名前が並んだ出席簿を読み上げていった。名前を呼ぶたびに、欠席と続け、 全員の天候を終えると一言、皆殺されましたとだけ口にした。ハイチ人の中でも、共産主義者とそれを疑われた者は特に、国内での圧政のひどさに疲弊しきっていた。デュバリエが彼らに的を絞ったのは、共産主義国家キューバに対する取となることで、アメリカの安全保障に協力するためだったが、同時にこの共産主義者の扱いは、デュバリエ自身の心情によるものでもあった。 共産主義や左派の思想に親しんだのは過去の話であり、今やそれらに嫌悪感を覚えていたのである。1969年4月28日には、ハイチから全共産主義者を排除するための法令が交付され、それの定めるところでは、共産主義者の活動は、それがどんな形をとったものであっても、国家の安全保障を犯すという宣言であるとみなし、この方に触れたものには、 死刑が命じられた。主級派となったムラートにとって変わる新たなエリート層を自らの手で作り上げるためにデュバリエは脅迫や弾圧を厭わずそうした手段で得た富をデュバリエは部下と分け合った。企業からリベートや賄賂を受け取り収奪を行う政府は腐敗が一つの形を取ったものであり、それは独裁者とデュバリエに忠誠を誓う者をとませ、 かつてのエリートたちに服従かしかを迫るだけの力をつけるには十分だった。高度な教育を受けたハイチ人たちはニューヨークやマイアミ、フランス語の通じるモントリオール、パリ、アフリカ諸国へと列をなして逃げ出し、もはや医者や教師はハイチから姿を消してしまっていた。こうした専門的な技能を身につけた知識人たちの中には国連の養殖につき、 コートジボワールやコンゴといった新たに独立した国々の発展を助ける仕事に就いた者もいた。だが、党の配置は未だにこの頭脳流出から立ち直っていない。デュバリエは農民から土地を取り上げ自らが組織した民兵たちに割り当てたが、それはそもそも表向きには彼らに給与というものが存在しなかったからであり、普段は恐喝などの犯罪で生活を 成り立たせているような状況だった。そして土地を奪われた農民も、その日暮らしができるだけのわずかな給金を得るため人に流れ込み、同じような人々で巨大化したスラム街で仕事を探さねばならなかった。こうして、ハイチでは栄養失調や飢餓が日常的なものになっていった。しかし、それでもデュバリエは、ハイチで多数を占める農村の黒人たちから絶大な支持を得ていた。 長年の間支配階級にあったムラートに自分たちの声をぶつけてくれた投資こそが大統領、その人だという事実は彼らにとって変わらなかったのだ。独裁時代の14年間で富裕な中産階級の黒人たちが誕生しており、事実それはデュバリエが彼らの地位を引き上げた少佐に他ならなかった。今のトゥサン・リューベルチュール空港もデュバリエが開発を進めたのである。周囲の人間に 個人崇拝を浸透させたデュバリエは、ハイチという島国を体現した存在であると宣言するに至った。デュバリエは、土着的なブール教を事実上の国境のように蘇らせ、ついでそれを政教一致のように政治利用した。つまりブール教の司祭フー風ンとしてである。こうして、自身をより大きな何かとして前面に押し出すとともに、黒い山工房をかぶり、 蝶ネクタイの黒い塩微服を着て、自らを、ウールュ教の死神ゲーデと重ね合わせてもいる。ついには、パパドクは、ロア、イエス・キリスト、神その人と共にあるといったプロパガンダを行うに、至ったが、当時から非常に有名になったのが、椅子に腰掛けるパパドクの肩に手をかけて立つ、イエス・キリストという構図で、そこには次のようなキャプションが付けられていた。私が選んだのは彼だよ。 主の祈りをデュバリエへ、その信奉者が行うバリアントまで存在した。デュバリエは64歳の誕生日から7日後の1971年4月21日、糖尿病に起因する心臓病により死去した。後継の大統領には、息子で、当時19歳のジャンクロードが就任した。ジャンクロードは、父親の愛称に合わせ、ベベドクと呼ばれた。 ハイチを統治していた頃のデュバリエについて多くの本が書かれてきた。最も有名なものはクレアム・グリーンの小説、喜劇役者だが、デュバリエ自身はただの一ジャーナリストが書いたものだと言い,い、ことあるごとにけなしていた。この作品は後に映画化されてしまい、グリーンはハイチにとって好ましくない人物として入国禁止を言い渡された。著名なイギリスのジャーナリスト、 アラン・ホイッカーは、デュバリエのドキュメンタリーを撮影し、愛車のメルセデス・ベンツ600に乗った大統領にインタビューする映像は有名になった。デュバリエをテーマにした本でその確かさが認められた。最初のものが、1969年に出版されたアルバートとベルナルド・デー・ダー・リッヒのパパ・ドク・ハイチとンその独裁者であった。71年に、 デュバリエが亡くなるとそれについての本を書く、ハイチ人の学者や士からが出始めるが、最も情報に富んだものが、死の迷宮という本で、これはデュバリエが用いた性敵を拷問し殺害するための、牢獄の犠牲者たちを扱ったものである。ありがとうございます。